皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。本日はベルトパッドですね、ブラックホーク製になります。いつもならばアマゾンさんの商品ページのリンクを動画解説欄に貼り付けるところなんですが、同じ型式のものが見つからなかったんですね。で、まあほぼほぼ一緒だろうと思うものを、それは型式が 41PBCT っていうやつなんですけどね、アマゾンさんにある在庫は。で、僕の方は、41PB00MC なので、ちょっとこちらの方ご覧いただけますかね。はい、 41PB00MC、 アマゾンさんのは 41PBCT ということなので、その辺、ご理解ご了承いただければと思います。ちょうどいいからタグだけ最初にお見せしましょうか。サイズはスモールで、エンハンスド、パッデッドパトロール、うん、で、マルチカモですね。ちなみに僕はマルチカモなんだね。今気づいた、マルチカモカモえ、本当にマルチカモって書いてあるけど、マルチカムなんだよね、まあ両方読むのかな。はい、まあ、両方使いますよってアマゾンさんにすればいつか書いてあったな。で、ブラックホーク、僕は、メルカリさんにですね、メルカリから購入しまして、まあお値段の方はだいたい似たり寄ったり1000円ぐらい低かったのかな。アマゾンさんでは、2019年10月現在、だいたい5280円プラス送料、おおよそ5000円前後かなと思っていただければ、前後というかもう5000円台ですね、5500円前後かな、どちらかというと言い方として正しいのは、で出回ってるようですので、コンドルさんの方が若干お安いかなといった感じです。まあ、僕は、まあ結構安く買えたので、今回ブラックホーク買ってみました。はい、でコンドルさんとの比較もちょっとやってみたいかなと、いつもだったらちょっと失礼だからってことでやらないんですけど、やってみようかなと思います。うん、で、大体ね、こういった装備って、オリーブトラブとか、OD とか CB とか、コヨーテブラウンとかブラック、マルチカムと、あとはカーキとか KH とかあるかもしれないですけど、大体マルチカムって、高いんですよ、普通の柄に比べると。なのでそう考えると、もしかしたらお得なのかなっていう感じがしました。はい、でアマゾンさんは現状ね、今出品が結構変わるのでなくなるか増えるか分かりませんが、現状でコヨーテタンしか今見つかりませんね。コヨーテタンもかっこいいですからね。はい、でこちらの方の、そうだね、忘れてましたね、商品説明欄としてはちょっと物が違うんでね、型式違うんでどうかなと思うんですけど、サイズしか書いてませんね。で素材がナイロン、クロースドセルフォームかっこパッドと書いてあります。それだけ、本当に短い説明。あ、他にもあったか、ブラックホークのベルトパッド、内側はメッシュになっており、通気性がよく蒸れにくい作り、パッドの表面にウェービングを配し、モール対応の装備を取り付け可能ですなんか今日名前っつうかなんか変だな。ですね、 S サイズ、M サイズ、L サイズとありますが、これはね、サイズ感はコンドルさんとほぼほぼ一緒。 S サイズ、僕は、身長171の現在体重が64ですかね。はい、なんですが、まあ S サイズでもちょっと大きいかな、若干大きいかなって感じがします。なのでまあ中肉中背だったら S サイズで十分じゃないでしょうか。あまりなんて言うんですかね、大きいサイズのものを選ぶと、ここ同士が前にね、左右でここが重なる部分がぶつかっちゃうんですね。そうすると擦れてここがダメージになっちゃうので、できれば
ぶつからない程度のものを選んでもらえばいいかなと思います。僕は先ほど試したらギリギリぶつかるかどうかって感じですね。かといってベルトサイズを大きくしちゃうとちょっと下へずり落ちるかな、装備によってはあまり重い装備だとね。なのでそこら辺のバランスもあるんでしょうか。はい、では見ていきましょう。こういった感じ。これですね、商品説明する時間短いと思います。はい、上側はこれ空いてるんですね。上側っていうかこれ下側じゃないのかなと思うんですが、どうなんでしょうね。ちょっとブラックホーク初めてなんでわかんないんですけど、マルチカムの文字がやたらこう見るとね、こっち側が上ですよって言ってるような表示が多いんですよ。こう来るでしょ、ほらほらね。なので僕は今商品をこっち側にしてるんですけど、まあここら辺はねぐるっと生地を回してるので、ここら辺はまあ逆さになるかもしれませんが、あとタグもそうなんですよね。ちょっとじゃあお見せしましょうか。タグもねこっちが上側に来てるんです。ただこれはね下じゃないのって思います。この穴に関しては、僕はホルスターとか、その他拡張アイテムですか、レッグプラットフォームとか、まあレッグパネルですかとかをつける予定なので、じゃないかなって感じがするんですよ。まあ上になんていうんですか、サスペンダーみたく下げるのかとかいろいろ考えたんですけど、僕はこれ下だと思うんですよね。この商品の置き方間違えたと思うんですが、ちょっと初めてすぎて分かりません、ごめんなさい。でここにはこういう風に今申し上げた通り、スペースがありまして、ちょっと間口お見せしましょう。本当ね、初めてだとあんまり適当なこと言っちゃうとまずいんで、予想でねっていうか、僕はもうこれはホルスター下げるやつもうみたいな感じで使おうかなと。今回はそうだ、後ろにホルスターを配するんで、こっからは垂らしませんね。で、P90 装備、P90 じゃねえや、ストラック装備組み立てようかなと思ったので、で、まあ、今後ご紹介すると思うんですけど、マグポーチを買ったんですが、もちろん P90 並みにでかい、長いマグポーチですから、ここら辺に配置しちゃうと、下の方が余って、プルンプルン言っちゃうんですね。なので、レッグホルスター、レッグプラットフォームを買って、配しようかなと思うんですが、その前に。間口はですね、おおよそ、100mm、10センチ。今これ見えてんのかな？ごめんなさい。僕モニタリングできてないので見えてるかどうかわかりません。10センチ。もうそんなでかいものをこっからこう、ね、下げないとは思うんですが、なので、スマホとかね、普通に、入るぐらいの余裕はあります。本当にこういうただのポケットだったりしてね、実はここが空いてるからポケットなわけないよね。下手すらここから出てきちゃうからね、端っこからね。まあこんな感じです。なのでもう別に形式にとらわれないよって方だったら、上下ここぐらいしか区別できるとこないので、とすると別にいいかなって僕も思ってます。別にこれが上だろうが下だろうがね。まあ、コンドルさんだと、なんていうんですか、上の方だと D リングがついてて、で、装備が拡張できるので分かりやすいんですが、こちらはね、ほぼほぼ、なんていうんですか、ただの細長い形状なので、ちょっと、どうでしょうかねっていう感じですね。はい。で、入り口側には、こういった、ベルトが、まあもちろん、こう入ると何もないと動くときに上下しちゃうんですね。でそれを遊びをなくすために、泳がないためにこの中に入れなさいということですね。はい、そうすることによって、まあ、若干はもちろん、ベルトいろいろありますから、
若干はこういう風に動きます。うん、ただね、タクティカルベルトとか使おうかなってちょっと思ったんですが、じゃあちょっと極端なやつ出しますね。ちょっとね無理っぽいです。やってみたんですが、コンドルさんの以前ご紹介した、まあ僕の動画見ていただければわかると思うんですが、ベルクロでね長さを調整するタイプのものはここの幅に入らなかったんですね。なのでこれをしっかり使いたいという方は、まあベルト限られるかな。でこういうやつよく皆さん見ると思うんですけど、もちろん入るわけがない。本当に無理っくりやってもこれ無理だろうな。もうこの組み立たったまんまだとこのまま入れようとするともう無理です。大きさ的にもう見てわかるでしょう。結構ギリギリなのでいけません。これはいけません。ちなみに、バックルから端から端まで測るとおおよそ、65mm、 おおよそ 65mm ですね。で、生地の部分だけ測ると57mm ぐらいでしょうか。はい。なので、ある程度ベルトは選びます。はい。でこれね、僕はコンドルさんの入れようと思ったんですけど、あのコンドルさんの若干小ぶりなやつでさえ入らなかったので、まあしょうがないと思って以前ご紹介したあのコブラベルトタイプのレプリカですね、ものをまあこれも僕の動画でご紹介してますから気になる方は見てください。コブラベルトタイプ、コブラバックルタイプのベルトかな。はい。これぐらいだったら素直に入ってくれます。しかもお値段安いですからね。レプリカだから1500円とかそんなもんですから、バックル端から端まで 50mm ですね。はい。まあこちら側でもいいんですけど、形状同じような感じになってるんでこっちも50でしょう。そうですね。おおよそ 50mm です。であれば、まあ別に何の抵抗もなくスルスルスルっと入っていきます。で、このコブラベルトタイプのものはですね結構長いんですよ。長いんですが、もうパッドの中に入れちまえば長かろうが何だろうがもう関係ないので隠せるので、まあカットしなくても良いかなという感じです。これ本当いいですよね。安いくせに引っかかりが全然ないし本当に使いやすいよ。これ本当に2個目です、ね、結構売れてるみたいですよ。で、ブラックホークだからモール幅はしっかりしてるだろうと思ったんですが、これよく見るとそうでもないんですね。やっぱり個体差なのかな、当たり外れって言っちゃうと語弊があるのかな。まあね、何回も何回もいつも言ってますけど、実物でもまばらなやつはいくらでもありますから。例えば一番端のねこれもう分かるでしょ。これと隣比べた時に全然違うの分かりますよね。縫い目から縫い目までで言うと約ちょっとこれ縫い目曲がっちゃってるんですよね。こういう風に斜めに曲がっちゃってるんですよ、端っこの縫い目で。45mm、 全然でかいよね、 45mm で、こちら側は38mm。 ここめちゃくちゃ基準ですね。すげえ取れてますね。 38mm、 まあ、37.5mm なのでしっかり取れてます。じゃあせっかくだから他のものも測ってみよっか。ここは、36mm、 だんだんずれてきたね。でこっち30、縫い方が結構ここは雑だな、 6、7mm、 まあぼちぼちでしょうか。でこっちちょっと広めだな、見た感じこれもちょっと縫い目が曲がってますね。これ38取れてるわ。で次が36mm ぐらいでしょうか。ぼちぼちな感じでしょうかね。端っこだけはでかかったようです。で真ん中はまあこの個体に関してはですけど結構ばらつきありましたね。例えばここ
一番ちっちゃく見える、もうここは見た目でお分かりいただけると思うんですけど、一番幅ちっちゃいですよね。ここ測ってみると、34ミリぐらいですかね。で隣が38ミリ。こういうのが1個あると結構ね、モールのアイテムって付けられなかったりするんですよ。幅を多く取っちゃうアイテムはね。まあ何連ポーチとかいうやつだとどうかなって感じします。こっちはね、36ミリ、ちょっと狭いですね。真ん中がねちょっとずれてるかなっていうのは見て分かりました。はい。ただ、僕は今回真ん中にはブラックホークのねホルスターをつけたいんです。なので、まあ、こちら何と言えばいいんでしょうかね。これね何でしたっけ、呼び方忘れちゃった。プラットフォームでいいんだっけ。こいつをベースというかね、こいつが入らないといけないんですよ。ただこれって結構ね、隙間しっかりしてないと入らない場合があるんですね。で今回は、まあここの2つはもう合わないと致命傷なんですけど、ここはもうねどんなアイテムだろうが合わないと相当致命的ですよね。で要はここですね、この幅が一番端と端なので、これが合ってないともちろんはめられないですよね。ではめてみたところ、今回はこれがね合わないと結構ショックなんですよ。でベルト側もあるし、こちらのベース側のクオリティもあるし、そこら辺なんですよね。こういった感じです。本当にちょっと押しましょうか。うん、もうここまで入ったら入るのはお分かりいただけると思うんですけど、うん、結構ギリギリですね。あんまりまあ広い分にはここのね、ここの縫い目、この縫い目、ここ広い分には余裕なんですけど、あまりにも狭いと無理して入れることになっちゃうので歪んじゃうんですね。ベルトパッドがなんて言うんですか、こういう風になっちゃうんですね。引っ張られるようになっちゃうので、ここしっかりしたやっぱり縫製してるメーカーさんだと、で当たり商品だといいかなっていう感じはありますね。今回に関してはまあ、うん、ギリギリ OK ではないかなっては思います。はい。じゃあこれ一個ずらしてみるとどうなんだって感じになりますけど、これね本当に先ほども言いました通り36ミリとか、うんとね一個かなりタイトです。さっきよりも全然タイトですね。一個ずらすとこんな感じです。本当無理やり入れればいけますけど、もうここの時点でこっち側ね、この時点で若干ねこのアームみたいのがこっち側に入り込んできてるので、これ無理やりすぎますね。はい。でじゃあ今度横にずらしてやってみましょうかっていうと、ちょうど余裕なところね、ものによっては全然余裕だったりするんですよ。ここら辺とか余裕かな。まあ、かといってこんなところにつけたくはないですけど、あーでも結構ギリギリか、どこもここもギリギリか。うん、今ぴったりうん、まあぴったりが理想なんですけど、若干ギリギリな感じでしょうかね。はい。まあ、こういった感じで幅を使う、アイテム、アクセサリーとか、何連ポーチとかね、マグポーチとかの場合は結構冒険なので、無駄に買って失敗した、このポーチどうしようってなるよりはちょっと高いですけど、シングルで、何連ポーチじゃなくてシングルで買って安全な方がいいかなと。ちょっとごめんなさい、今ちょっと近くにこの今度ご案内するやつご紹介するやつなんですけど、これしかないんですけど、こういったものが3つ並んでて、切り離せないタイプのものだとこの幅がちょっとずれてるだけでもう装着できないんですね。なので、シングルを3つ
3連ポーチよりシングルを3つ若干お値段お高めになりますよやっぱりの方が確実は確実なんですよね。とりあえず本当にダメでも2つは付けられたからいいかとか妥協できるので、でも3連だとダメな時は本当ダメなんですよ本当。じゃあこれはもう付けるの諦めて、プレートキャリアにしようとかそういう風に転換していかないといけないので、まあちょっとあれですね、若干まばらだったり若干縫製が曲がってたりするんですけど、ここら辺は個体差なんでしょうかね。ブラックホークだから絶対しっかりしてるだろう的な先入観は持たない方がいいのかもしれません。はい、じゃあ表面に関してはこんな感じでよろしいでしょうかね。こっち側のスペースご紹介したし、で OK かな。一応タグだけお見せしよっか。ちょっと逆側からごめんなさい、ブラックホークって書いてあって、メイドインベトナムですかね、ちっちゃい字で書いてありますね。はい、で逆側、これ逆側見て思うんですけど明らかに曲がってる明らかに曲がってないかこれここがなんかこう斜めにこうね、明らかに曲がって、ちょっと真上から見てみよう。そうですね、真上から見ても真上から見ると如実わかるんですけど、これがちょっと斜めにこうHTTP なんとかかな、これこれこれスラッシュスラッシュみたいな感じになっちゃってまあここら辺もご愛嬌ですかね。ここら辺に関してはここのメッシュ素材ですかね、かなり弾力性があって押してもすぐ戻ってきて、なんと言えばいいんでしょう、素材がどうなってんのか、この切って中を見てみたいぐらいの跳ね返りですごくしっかりしてるんですよ、物が。うん、まあ腰にも優しいですかね、やっぱベルトパッドって。普通の細い50-60mm のベルトに全部ぶら下がるよりこっちの方が全然腰に優しいですからね。はい、でこちらの素材なんですが、ここら辺はちょっと若干コンドルさんのそれに似てるかなと思います。本革じゃないでしょ、人工皮革なのかなこれ。はい、でまあこっちの方はあれですよね、シンプルですよね。真ん中に、危ねえ、あごめんなさい、真ん中に2本と端に1本ずつといった具合です。はい、ではちょっと比較してみましょうか。ではでは、比較したいと思います。ちょっとコンドルの方が装備ついたままでごめんなさいね。やっぱり長さ的には大差ありませんでした、ほぼほぼ一緒。うん、なので両方とも S サイズなんですねこれね。で見た目に関しては一番特徴的にはコンドルさんのは、ここがベルクロで開くってことですね。こういう風にオープンするので、まあだからなんだって言われてもあれなんですけど、まあその違いぐらいでしょうかね。ここがオープンすることによってどうだろう、まあベルトはねよくやる方はここからここだけはベルトを出してでここの端っこに引っ掛けて使うみたいな感じの使い方もする人もいるんですよ、ここをもう無視しちゃってね。なのでそれはでも向こう側もねブラックホークもできますから、まあ特にあとは好みな感じでしょうかね。モールの幅に関してはコンドルさんの方が何だろう、秀でていますね、しっかりしてますやっぱり。まあモールの感覚に関してはね、で触った感じもこれ両方ともセンデニールなんですかね。コンドルさんの方はおそらくセンデニールだと思うんですけど、ブラックホークの方はキシシ、ブラックホークさんの方は記載がなんでこっちだけ3つけてつけるんだよって言われるとかもあるので記載がないんですね。はい、でメッシュに関しては作りは全然あれですね、これは違いますね。
柔らかい、なんて言うんですか、跳ね返りが少ないです。クッション性的には弱いですね。ブラックホークさんの方が、まあこうお見せした方がいいのかな、ブラックホークさんの方がしっかり包み込んでくれるみたいな感じでしょうか。うん、コンドルさんの方はクッション性があまりないかな、ちょっと弱いかなって感じがします。なのでブラックホークさんのこれの説明の、うまいこと説明の仕方が分かんないんですけど、なんて言うんですか、こう重なり合って潰されてもすぐこういう風にね、結構強い力で戻ってくるといった感じのニュアンスでしょうかね。腰をしっかり守ってくれそうなイメージがあります。あとはここに関してはやっぱり似たような素材じゃないでしょうか。ちょっと今モニタリングしっかりできてないから、こっちか。やっぱり似たような素材を使ってるんじゃないかなと。硬さもね、肌触りもほぼほぼ一緒ですね。はい、あとは形状の違い、コンドルさんの方は腰に行くに従って広がっていって、末端に行くと細くなるタイプですが、ブラックホークさんの場合はもう縦長、単純に縦長というデザインですね。でコンドルさんの方はまあ分かれてるんですよ。キルティングっていうんですか、こうしっかり綿が偏らないようにこういう風に塗ってあるですが、そもそも偏らない素材を使っているのか、ブラックホークさんの方はそういうのがなされておりませんね。はい、あとは H ハーネスとかの拡張の都合でコンドルさんのは D リングとかが、先ほど説明した D リングとかがついているので、この上の、上半身のですね装備が、付けられる、ベッド付けられるということなので、拡張的なものとかそういうものを言っちゃうと、コンドルさんの方があれかな、うん、あとモールの精度で言っちゃうと、この商品に関してはで言っちゃうと、僕はコンドルさんの方に分があるかなという感じがします。コスパも一応ね、コンドルさんの方が約4000円ぐらいで買えちゃうので、そこら辺見ると、うんうんそうかな。はい、まあブランド的にね展開しているものはものすごくコンドルさん多いので、これにこれを合わせるっていうのがね、結構うまい戦略できてるんですよね、やっぱり販売としてね。なのでそういう面でもちょっと上かなと。うん、日本での取り扱いがいまいちブラックホークさんまだ少ないのかなーっていう感じがしますよね。まあ物はめちゃくちゃいいんでしょうけどね。はい、といった感じで、今回は、お開きにしたいと思います。うん、何かブラックホークさんのこのベルトパッドに関してはあまり知識がないので、詳しい方は動画のコメント欄に何か、指摘だとかね、何でしょうか、ご意見とか参考になるようなものをお願いできたら幸いかなと思います。今回はブラックホークのベルトパッド、こちらマルチカム、型番はですね、もう一回 41PB00MC、 はい、ご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。実写チャンネル、ゲームチャンネル各種、そしてツイッターアカウントへのリンクは動画解説欄に記載されておりますので、気になる方はぜひ動画のご視聴、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。